リーダーとして、ビジョン設定が大切だということを聞いたことがありますという方や、大切なのは分かっていますとおっしゃる方多いかと思います。では、なぜ大切なのでしょうか。その効果を最大限使い切れていらっしゃいますでしょうか。 ビジネスプロテレビにようこそ進行を務めます村上博之ですこのプログラムは赤坂にありますデールカーネギー東京トレーニングのハイパフォーマンスセンターからお送りしておりますプロフェッショナルの価値が高まる世の中我々は日本のビジネスのプロフェッショナルとしてどのように行動すべきなのでしょうか自他ともに認める 自信と誇りに満ちあふれたプロフェッショナルなご自身の姿を思い描いてくださいこのプログラムはそのお姿と我々の現状とのギャップをゼロにするためにあります理想を高く持たれる方は今回も要チェックです今日の「ギャップゼロトピック」は「リーダーに欠かせないビジョン設定とタイムマネジメントスキル」ですビジョン設定 したいいけど時間がない設定してもチームで共通認識化できていないしていてもチームは KPI のような認識で捉えられている気がするそもそも会社が設定するものじゃないんですかなど実はいろいろな悩みをいただくのがビジョン設定です。リーダーだけではなく全てのビジネスパーソンに言えることですがビジョン設定をしましょうこの設定がされているされていないでは 仕事に雲泥の差が出るというリーダーもいますどういうことでしょうか我々リーダーは日々膨大な仕事のように追われていますまずはすべての仕事を見える化することから取り掛か,かりましょう我々人間は想像を超えるものに恐れを抱きますそして我々は豊かな想像力があります つまりこの豊かな想像力で頭の中であれもしなきゃこれもしなきゃなんて仕事業について考え始めた日には頭の中でパニックが発生します。まずは書き出すことで状況が整理できます。もちろん書き出したからといって仕事が減るわけではありません。この目的は優先順位をつけることにあります。そしてその優先順位の方向性を決めてくれるのがビジョンなのです。 私は何を成し遂げたいのかその達成に役立つものや影響を持つものは何なのかこの軸に沿って仕事に取り掛かるのですビジョンは我々の夢です漠然とタスクに取り組むのではなくこのタスクがどのように自分の夢の達成に影響するのかそれが明確であればそのタスクに取り組む姿姿勢にどのような影響が出るでしょうか果たして単純に取り組むのと どちらがより高い生産性を出しそうでしょうか。一つのタスクを終わらせるごとに、自分の夢に近づいているんだ、ね、という実感がわけば、それだけやる気も高くなることでしょう。我々の日々の業務時間の多くは、緊急性はあっても重要性のないタスクに奪われがちです。自分にとって重要性のあるタスクは何か。それが明確になれば、時間配分や かけるべきエネルギーの使い方にも差を出すことができるのです後半では時間調整のヒントそしてそのビジョンをどう部下に使うべきなのかについてお話をしますそれでは後半でレッツファインドアウトリーダーシップを発揮したい方リーダーシップトレーニングフォーマネージャーコースがそれを実現可能にします優れたコミュニケーション力でチームの潜在能力を引き出す卓越したイノベーション 洗練したプランニング力権限以上、ミスへの適切なフォローパフォーマンス評価チームのやる気を向上「リーダーシップトレーニング・フォー・マネージャー」コースは日本語、英語英でご受講いただけます。ウェルカムバック。時間調整のためにバッチワークとブロックタイムを効率的に使われてらっしゃるでしょうか 生産性を上げるためには似た仕事はまとめて執り行うことで効率性を測るというものがバッチワークというものですこの時間からこの時間までの1時間だけは特定の業務に集中するので連絡が取れませんとするのがブロックタイムですメールの返信も遅れますしチャットもオフにするということを事前に周知するというものです。コンタクトを 緊急性がありかつ重要なもの以外にはしませんという時間を確保するのですもちろんこれが長時間になると別問題も発生してくる場合があるのでできれば1時間など決めておきましてその時間でバッジ合格をさらに行うというものが理想的ですビジョンに関係した仕事に取り組むそれが能動性を高め生産性を生みますということは前半でも触れました この考えはタイムマネジメントに大きな影響を持つ権限以上にも言えます単純に時間がないからと部下に仕事を任せる実は権限以上ではありませんこれは仕事を投げているだけです正しい権限以上はなぜこのタスクをあなたに任せたく、それに取り組むことがどのようにあなたのビジョン達成に関わるのかこれが共通認識として異常される側にお互いに 明確になっている必要があります多くの場合受け取り側が自分のビジョン達成に役立つと認識できないまま渡されてしまうケースが多くこの場合受け取り側にとってはただただ仕事が増えたという認識にしかなりません権限以上の仕方は今回のエピソードでは詳しく触れませんが権限以上においてリーダーが失敗する理由の多くはこの基礎のズレから生じているのです。我々リーダーダのの大切な仕事の一つは 会社のののビビジジョョンンとと部下のビジョンの整合性を取ることですそしてそのための適切な仕事を振り分けてコーチングフィードバックやフィードフォーワードを行うことで自分のやる気も部下のやる気も高められる生産性や能動性の高いチームを作り上げることができるのです。チーム一人一人のビジョンそして価値観をしっかりと把握することが我々リーダーにとって非常に大切す。 欠かすことのできない最初のステップなのですビジネスプロテレビは日本で活躍される全てのビジネスパーソンにプロフェッショナルとしての自信と誇りを毎日感じていただくために存在します2週間に一度火曜日にはポッドキャスストビジネス達人の教えもおお送りりしておりますエピソードに見逃しがないよう「LIKE」と「サブスクライブ」をお忘れなくご家族やご友人にもご紹介ください プロフェッショナルビジネスパーソンのためのビジネスプロテレビエピソード56のギャップゼロトピックは既存顧客とのアップセルやクロスセルを狙うにはですそれでは次回のエピソードでまたお会いしましょう Let's stay sharp!